森文は、日本テレビ所属のアナウンサー。本名は、林文、旧姓は森。大阪府泉市出身。泉市立工業大中学校、大阪府立三国岡高等学校、大阪大学文学部卒業。1996年4月、日本テレビに入社。1999年4月より、ザワイドの司会を担当。1999年10月より、 ああ、バラ色の鎮静のアシスタントを担当。2007年10月より NNN ストレートニュース土曜日のニュース読みを担当。2008年10月より3前0 3後休業に入り10月27日に出産。2010年4月に職場復帰。2010年4月3日よりニュースエブリーサタデーのメインキャスターを担当。また、同時期より 踊る三魔五天のナレーターや大田光の私が総理大臣になったら秘書田中の仕事も担当2010年10月より良い国のニュースのニュース読みを担当2011年4月より NNN ストレートニュース月金曜日のニュース読みを担当2018年10月より NNN ストレートニュース水木曜日のニュース読みを担当 ありがとうございます。